HD6434 は、郊王座の方角にある八等級の構成である。太陽によく似た黄色の主系列星であるが、年齢は110億歳程度と古い星である。黄色の主系列星は、絶対等級が、それほど明るくないため、約138光年の距離では、肉眼で見ることができない。理想的な観測環境であれば、双眼鏡を用いて見ることができる。 2000年にラシア天文台における視線速度法による観測からこの構成を公転している太陽系外惑星が発見された。2019年世界中のすべての国または地域に一つの系外惑星系を命名する機械を提供する IAU100NM ExeWorlds プロジェクトにおいて HD6434 はエクアドルに割り当てられる系外惑星系となった。 このプロジェクトは国際天文学連合100周年事業の一環として計画されたイベントの一つでエクアドル国内での選考国際天文学連合への提案を経て太陽系外惑星とその主星に固有名が承認されるものであった2019年12月17日 IAU から最終結果が公表され HD6434 は年計 HD6434B は、アイクと命名された。いずれも、エクアドルのアマゾン地域に居住する、ワオラニ族が使用している、ワオラニ語で、太陽、恒星、惑星、そしてそれらに関連するものを象徴する用語にちなんで、おり、年計は、太陽、アイクは、近くを意味する。アイルという名称は、HD6434B が、 HD6434 に近い軌道を好転していることから提案された。ありがとうございます。